芥川龍之介作、雲の糸。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の縁を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の隋からは、 何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへ溢れております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵におたたずみになって、水の表を覆っているハスの葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽のハス池の下は、 ちょうど地獄の底にあたっておりますから、水晶のような水を透き通して、三頭の川や針の山の景色が、ちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。すると、その地獄の底に、ンダタという男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目にとまりました。 このダタという男は、人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時、この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹道端をはって行くのが見えました。 そこでンダタは早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということは、いくらなんでもかわいそうだ。とこう急に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。 お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをしたむくいには、できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸いそばを見ますと、翡翠のような色をしたハスの葉の上に、 極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は、その雲の糸をそっとお手におとりになって、玉のような白はすの間から、はるか下にある地獄の底へ、まっすぐにそれをおおろしなさいました。こちらは、 地獄の底の血の池で他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神たでございます。何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。 その上あたりは墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかな短索ばかりでございます。これは、ここへ落ちてくるほどの人間は、もう様々な地獄のせめくに疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。 ですから、さすが大泥棒のンダタも、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった河津のように、ただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。何気なくンダタが頭を上げて血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を、 遠い遠い天井から銀色の雲の糸がまるで一目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながらするすると自分の上へ垂れてまいるのではございませんか神田たはこれを見ると思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登っていけばきっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。 いや、うまくいくと、極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから、ンダタは、早速、その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に、上へ上へと、たぐり登り始めました。 元より大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし、地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとうんだたもくたびれて、 もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると、一生懸命に登った階があって、さっきまで自分がいた血の池は、今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。 それから、あのぼんやり光っている恐ろしい針の山も、足の下になってしまいました。この分で登っていけば、地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。ンダタは、両手を雲の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、しめたしめたと笑いました。ところが、ふと気がつきますと、 雲の糸の下の方には数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけてまるでありの行列のようにやはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田たはこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとでしばらくはただ馬鹿のように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。 自分一人でさえ切れそうな、この細い雲の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございます。が、そういううちにも、 罪人たちは何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうようよとはいのぼって細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせとのぼって参ります。今のうちにどうかしなければ糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこでンダタは大きな声を出してこら罪人ども この雲の糸は俺のものだぞお前たちは一体誰に聞いて登ってきた降りろ降りろとわめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった雲の糸が急にンダタのぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れました。ですからンダタもたまりません。 あっという間もなく風を切って、コマのようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ、まっかさまに落ちてしまいました。あとには、ただ極楽の雲の糸が、キラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に、短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は、 極楽のハス池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田田が血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田田の無慈悲な心が、 そうして、その心相当な罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると、あさましくおぼしめされたのでございましょう。しかし、極楽の蓮ス池のはすは、少しもそんなことには頓弱いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のお宮しの周りに、 ゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色のいからは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへ溢れております。極楽くくももう昼に近くなったのでございましょう。